はいみなさん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は、奄美大島ミステリーサークルをお送りいたします。よろしくお願いいたします。ミステリーサークルね、あの、イギリスにいたので、ミステリーサークルはすごい向こうではね、もう一般的なものなんですよね。ある日、朝起きてみたら、目の前の、まあ、小麦畑とかね、そういう、まあ、なんでしょうね、こう、 結構稲みたいに細くて長い植物が生えている畑なり、またはそういう草原なり、そういうところに不思議な形の模様ができているんですよね。大きいものは直径50メートルぐらい。小さいものでも4メートル、5メートルぐらいあるんですよ。で、それが空から見ると綺麗な幾何学模様みたいな、また謎の、まあ、絵みたいなね、ものになっているものが多いんですね。 でこれが一晩でできるんですけど、わからないんですよ。あの、いたずらもあったんですよね。確かに人間がね、あのー、なんか、木かなんかの棒でペタペタとね、叩いて作ったっていう、まあ、そういうふうに、あ,あれ私がやったんです、ごめんなさいっていう人もいたんですよ。だからそういう人がいたがために、みんな偽物みたいにあの一時になったんですけど、いやもうね、どう考えても人間が作れないものもあるんですよね。もう長さ、 50メートル以上になると、空から見ないと分かんないんですよね。金、あの、均一性とかバランスが取れているかどうか。ぴったりバランス取れてるんですよね。で、何か紐みたいなのに引っ張って、まあ、測りながらやったっていう説もあるんですけど、どうもね、短時間でもできてるんですよ。2時間前からできたとかね。2時間、ここ2時間なかったものは2時間、あの、後に行ったら、 あったとかねいや。2時間でとても作れないし、あの、人間が踏み入った後もないんですよね。だからまあ、謎ですね。まあ、なんか何かしらの力が働いて、何かしらの誰かが空から作ったものもあるということですね。人間がいたずらで作ったものもあると。だからまあ、ミステリーなんでね、ミステリーサークルと呼ばれているんですよ。ところがね、あの、私、沖縄にいるんですけど、 沖縄のね、やっぱり海洋を研究してる人とか、あの海に出て、まあ、深海の研究とか、そういう人と仲がいいんですよね。あの知り合いも、あの静岡でもそれをやってる人間がいて、結構話するんですよ。で、奄美大島で深海の調査をしていたら、ミステリーサークルがあったんですよね。で、このずっと写ってる画像がそうなんですよ。あの、なんかフグみたいな。 魚が、まあ、邪魔ですけど、なんか言いますよね。なんか、キョトンとした顔したね。な、な、何やってるんですかこんなところでね。まあ、その後ろ側にね、あのミステリーサークルが映ってるんですよ。で、これはね、あの、直径2メートルぐらいのものもあれば、もうちょっと大きいものも5メーターぐらいのものもあるんですよね。で、かなり、まあ、イギリスのミステリーサークルに似ているんですよ。模様とかね。不思議でしょこれ、海底ですよ。 水深で、ね、30メートルとか、そういう海底にあるんですよ。これ1個や2個じゃなくて、結構飛び飛びですけど、20、30とかあるんですよ。集まってるところには30以上あったりするんですよね。これが、ダイバーがたまたま潜って他の調査をしていたら、あれなんだということになって、発見されたんですよ。 で、模様も、これ、あの、この模様の同じものがハンデをしたようにあるんじゃないんですよ。全然違う模様なんですよ。30個。不思議じゃないですか。これね、世界でも奄美大島だけなんですよ。奄美大島の海底ミステリーサークルと呼ばれているんですよ。で、これが発見された、えっと、一番最初が1995年あたりなんですよね、確かね。 で,で今からずいぶん前じゃないですか、28年ぐらい、もう30年近く経つんですよ。で、いや、なんだろうねともうわからない、もう宇宙人、いや宇宙人が宇宙から、いや、えー、やってきて海底に潜ってこう作るか、これをっていうね、最初もうそれしか考えられなかったんですよ。で、いや宇宙人が、いや、海底人っていうのはいるのかなとかね、まあ、そういう。 あの話になってるんですよね。要するに沖縄でも、まあ宮古島あたりでも、奄美大島のあたりでも、海底遺跡が見つかってるんですよね。だから、もしかしたら海底人っていうのは今でもいるんじゃないかって話になってるんですよ。じゃあ海底人がこれを作ってるのかと。結構ね、今までなかったところにポッとできるんですよ。次の日行ってみたらね、あるとかね。それも次の日行ってみたらそこに15ぐらいあるんですよ。 これって、イギリスのミステリーサークルの出来方に似てないですかね似てますよね。これはミステリーサークルだなっていう話になったんです。ところがですよ、2000年、2年ぐらいに、これがどうやってできるかが解明されたんですよ。分かったんですよ、これが。 これは誰でも驚きますよ。いや、笑っちゃった。笑っちゃってすいません。いや、私も驚きましたよ。最初聞いたときは。私は、あの、随分前からこれ、あの、なぜできたかっていうのを、もう2000年だとか2年だったか3年だったかな。まあ、こんなのだったんだよっていうのを聞いたんですよ。嘘でしょって言ったら本当なんだよって言って、えぇって言ってびっくりしたことありましたよ。え、これどうやって作ったか知りたいですか うんうんって言ってる人いますね。じゃあ、お話ししますよ。実はね、実は、え早くしろって。あ <laughs> すいませんね。あの、あのー、画像を見てくださいよ、よくね。まあ、ミステリーサークルが映っているじゃないですか。他に何が映ってますかえ変なフグそうそう、フグが、フグ、そうそう、フグが映ってるじゃないですか。これね、オスとメスなんですよ、このフグ。 これ、オス、メスなんですよね。まあ、今ちょっとどっちがね、ちょっとオスだかわかんないんですけど、みや、私、みけ、あの、私、フグ研究会じゃないんで、オスかメスか、これオスとメスなんです、とにかくでも。えなんでそんな話関係ないって。いや、関係あるんですよ。この、2匹のフグのオスが作ったんです、これ。このミステリーサークルを。びっくりじゃないですか。これ、本当なんですよ。あのね、夜作るっていう話で、夜ね、 あの、電気を水中のね、あの、防水の電気で照明で照らしながら、その作る現場をもう見ようということになって、ずっと毎日のように潜ってて、ある日、あ、何やってんだあいつって言って、このでかいフグが、黙々とミステリーサークルを作って姿が、<laughs> 発見されたんですよ。本当なんですよ、これ。で、このフグが作ったんですよ。で、これ、えー、って言って、で、 何回も確かめたんですよ。間違いないんですよ。で、これなんでフグが作るかっていうと仮説なんですけど、どうやらね、このサークルは芸術作品で、すごくうまくできればできるほどメスが近寄ってくるらしいんですよ。だからこれってゴッホとかピカソの絵を描くのと同じで、奇抜な絵で魅力的な絵を描けば描くほど、描けば描くほどメスにモテるんですよ。<laughs> 本当なんです、これ。これ不思議じゃないですか、だけど。だって芸術作品を作ってメスがやってくるんですよ。これ人間よりすごくないですかだって日本でも外国でもそうですけど、芸術作品を描いて女性からモテるってないでしょそういうやり方。そういう恋愛の仕方とか。ねえ。めったにないじゃないですか。だから、 すごいですよね。精神的な文化が進んでるわけですよね、フグって。だからね、一生懸命ね、コツコツ。この1匹が全部作ったわけじゃないですよ、15とか。1匹に一個、一匹は1個しか作らないんですよ。だから30あるとこって30のオスが作って、メスが少ないんでしょうね。さあ、俺たち作ったけど、どうこの30匹っていうか30人っていうか、誰を選ぶんだ、君はっていうことなんですよ。すごいでしょ びっくりじゃないですか。そんな仕組みがね、フグの世界に、いや、これってね、ものすごい衝撃的なことだと思いますよ。ねえ、まあ、ロマンチックですよね。でも、この画像のフグくんを見てると、どっちがフグくんかちょっとわかんない。フグちゃん、フグくんがわかんないんですけど、なんかほら、目が物語ってますよね。なんか考えてるって目してるじゃないですか、顔が。ただもんじゃないですよね、このフグね。びっくり。 奄美大島のフグ <laughs>。本当の話なんですよ <laughs>。いやー、こんなことがね、だけどね、びっくりな話ですよね。えーまあ、人間もこんな風にロマンチックにね、あの、相手を見つけてね、まあ結婚したりとかお付き合いしたりっていうのが、 いいかもしれないですね。まあ、そんな余裕はないんでしょうけど、人間のパイね。人気の場はお金が絡んでくるんで、また違うもんなっちゃってますからね。まあ、フグはお金がないし、関係ないしね。純粋に芸術で、メスを、パートナーを引きつけるという話だったんですよ。素敵ですよね。面白いですよね。自然ってすごいですね。だけどね、自然界ってのはすごいと思いますよ。ということで、今日は、奄美大島の ミステリーサークルについてお話しいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。